小説を書くときに重要なことは自分の感情がどれだけ強いかということです。小説家の綾峰涼子先生、よろしくお願いします。お名前は？そう、チャネです。もうこれ昨日来た作家さんのですよ。チャネ君、実は私アルツハイマーなの。通常発症してから3年程度で死に至る病気である。現在治療法は見つかっていない。今この瞬間さえ記憶から消えてしまうかもしれない。消えませんよ、俺はそう信じてます。朝焼けの中で交わした、すぐに家からチャネを追い出せ。なんで早く来なかったの？俺じゃダメですか？醜い姿見せたくないの。あの日の僕らを、ないのかも、全部忘れてしまったけれど、愛し合った者たちは再び出会った瞬間お互いが分かるんだって。蝶の眠り。お久しぶりです。お久しぶりです。